武田勝頼、夫人、信勝画像法上夫人天正10年3月11日は、戦国時代から安土桃山時代にかけての女性。北上氏康の六女とされる。母は松田則秀の娘松田殿。海の国主、武田勝頼の形質。名は不明。戦国時代に、相模国のご北上氏と海の国の武田氏は、 敵対関係にあったが、北条氏康と天文十年六月に家督を継いだ武田春信の間では和睦が行われ、天文十三年頃には武田、後北条氏の間では交渉同盟が結ばれる。交渉同盟は春信の娘である大場委員が氏康の着男氏政にとつぎ、婚姻同盟が結ばれた。武田氏は駿河国の今川氏とも、木の江春同盟を結び、 武田氏の仲介で、今川、郷北条氏の間でも同盟が結ばれると、三国間の木上春章三国同盟が成立した。A61 年の武田信玄の駿河信仰を契機に、交渉同盟は崩壊し、大梅院は武田氏に返還され、婚姻関係も解消された。元気二年に武田信玄と北条氏政の間で、交渉同盟は再締結されるが、 婚姻同盟に至らないまま元気4年に信玄は、病没する。武田氏の家督を継いだ、武田勝頼は、美濃国の国衆である、東山直門の娘で、織田信長の幼女、龍正恵を正室としていたが、龍正恵は勝頼嫡男の信勝を出産すると、元気2年9月16日に死去していた。さらに、信玄晩年に、武田、織田氏は敵対関係に入り、 天正3年5月21日の長篠の戦いにおいて勝頼は織田徳川連合軍に敗退する。勝頼は長篠敗戦後に外交の再建に着手し、交渉同盟強化のため、天正5年1月22日に北条夫人が勝頼正室として嫁いだ。天正6年に越後国で上杉謙信が死去すると後継者をめぐるお盾の乱が発生し、 勝よりも当初は、夫人の実刑である、北条氏政の要請もあり、同じく夫人の実刑にあたる上杉景影虎を支持していたが、上杉景影勝法が乱を制すると勝よりは、外交方針を転換して、継承と公越同盟を結び、乱に敗れた影虎が自害に追いやられたことで、交渉同盟の破綻を招いた。公越同盟は、軍事同盟として、有効に機能しなかったため、 天正10年2月1日には、織田、徳川連合軍の改進行を受け、川内領主の穴山信紀未ら一部家診断の離反も、招いた。同年2月19日に、夫人は、勝頼のために、武田家の安泰を願い、武田八万宮に暗門を奉納している。逆診を求断し、それを図書する一方で、勝頼の加護を頼み、勝その名画を得ようと初心にすがっている。 しかも対岸上就の赤月には、勝頼と二人揃って、奉仕をするとしており、中睦みしさが伝わる。ただし、この願門は、北条夫人に固くして、後から作られたのではないかとする説もある。同年3月には、戦況は悪化し、勝頼は、相模国と接する軍内領主、小山田、3月11日に、氷川渓谷の天目山の近くの電屋で、 滝川一正の軍に発見され、勝頼らと共に自害した。去年19。小田原北条記では、千年、我が弟の越後三郎気球の時、私から色々嘆願したにもかかわらず、あなたはお聞き入れになりませんでした。今更命が惜しいと、何の面目があって、小田原に帰れましょうか。と最後に語り、北条家に顔向けできないと恥じって自害したと、記している。 帰る狩り頼む、祖格のことの葉を持ちて、相模の国府に落とせよという、もう一首を残した。法名は、法上宿用で、経林因伝本家宗光。武田氏からは、法戦寺遺廃で非、林因伝家案名を恩大し、慶徳院威廃に、法上因伝片木康明正大禅城にと贈られている。勝頼の三女、次男、三男の母であるという説もあるが、 高乱期には、子供は、一人もいなかったと記されている。山梨県美信町の南昌院には、エリンジ住職改戦正規の遺木である、乱敬アザ説が残されている。これは、公衆上々宿女君の侍局に対し、法意味長号を与えその由来を記したものであるが、この宿女君は、法上夫人を指していると考えられており、家語に湧く、善人といるは、 知らんの室に入るがごとし、久しくしてその子を聞か飾るも、自然これと化す。善民やに偉人ならんや、祝女君ぜなりと祝徳を称えている。ありがとうございます。